RGB。このコインあれやな。なんか他の脱出ゲームで見たな。スイッチかな。やるか。最終目的は部屋から脱出すること。はい。アイテムね。うんうん。まあ、突っ走りたいな、クリアも。まず見渡すか。この部屋に閉じ込められてる。はい。これなんや。なるほど。ソファーのこの奥は？この隙間は調べられへんのか？あ、こっちから調べるのか。扉。鍵がかかってる。これなんや？なあ、これ。ん？分かれへんな。なんかはまんのかな？観葉植物。変わったところは、なさげか？これ地じゃないんか。反射か。観葉植物。ファックスは、緑三角、赤四角、青丸。ファックス。まあ、特になさげ。観葉植物そんなけか。これなんや。うわ。瓶。蓋は取られへんのか。中入ってんだ、液体。こっちは鍵かかってる。足跡。なあ、これ。カエルか？カエル。肉球。これなんや。ボタンが押せる。横のやつは？これ何でもないの？これ何でもないのか。下は？下は見られへん。時計。特に触れるでもない。なんか光ってるな。これだけちゃうかったな。7。これどっちやっけな？あれ？これがローマ数字やっけ？これがギリシャ数字やっけ？ギリシャ文字？あれどっちだったっけ？普段のやつ、数字、あれこの表記なんやっけな？まあ、7ね、とりあえず。7のコイン。他はまあ、多分ちゃうよな。関係あんのかな、時間。どこ12時か分かれへんもんな。時計のようなものやもんな。なんじゃこれ。うわ。え？首がちょっと曲がると。なあこ。なあこれ。ん？なんか変わったか？これがちょうどハマるんか。待てよ。ティッシュ。なあこの角度。え？うわ！どこ行った？赤い3。なるほど。これは？これは特に関係ないか。ランプ。ほんまに関係ないか？まあ、関係ないか。ちょっとこれ、はめてみるか。はまるね。はまるけど、まあ、一旦こうしよっか。なあ、これ。スイッチにもあったな、こういうやつ。こらなんや。ん？マジでなんや。コインある。5。3、5、7。なんやこれ。
まだ分かれへんな。この向きでまず合ってんのかな。なんか下に落ちてるとかはないか。うわ B8 ね。さっきファックスが B は青四角黄色丸黄色丸。なんかこれありそうやけどな。ないんかな。パッと見は見つかれへんな。ありそうでない。これ。お？入れてみるか、一回。うわ！は？返せよ。え？は？は？え、どこ行った？え？え？やばいって。え？いや、オッケーじゃなさげやねんけど。なあ、これ。ブロリーが埋まってるみたいな。でも、コイン見当たれへんな。あ、ファックスと B。ファックスと B。これなんや。これマジでなんや。これは？え？は？何これ？なあこれ。外れたけど？え？どういうこと？いや、わからんなあ。これはなんなんや？いや、全然わからん。何これ？めくれる？ちゃうな。何これ？下。ないか。こっちもない？あ！いや、あるやん、なんか。あれ？え、なんかあるように見えるけどな。え？これどうやって撮んねん。ドッグ。赤丸、黄色、三角、緑。ドッグ。ドッグ。B。ファックス。電気消して電気消して、回ってみる？うわ！あー、なるほど。はいはいはい。え？この色も関係あんのかな？ボックス。ボックスが答えと。ほんで、BO が赤で、X が黄色やったかな？真ん中黄色三角。ほんで、青四角黄色三角。青四角黄色三角。いや、X 黄色やってんな。青四角黄色三角。緑丸か赤丸か。赤と対応してるのが黄色かな。いやでも、いや、青四角、黄色三角。
赤丸。開けちゃった。ああ、失敗か。青四角、黄色三角、緑丸。開けちゃった。これなんや？あー、瓶ね。オッケーオッケー。オッケー。液体、これはなんぞや。はいはいはい。俺が入れたやつは、あともう一個いるんか？茶色がまだ入ってへんのか？茶色を入れる。茶色はでもどこにあんねん。茶色。茶色？だここに、これどうすんねん。ここにあるやろ、茶色。これどうやっとんねん。いや、ここに見えてるのにな。どうしたらいいんや。これじゃないよな。よう探すんか。いや、見えへんな。どこにあんねやろ。ハートマーク。パッと見は何もなさげに見えるけどな。こいつ、ファックス。さらに調べるとかないか。ないなあ。あのブロリーみたいなやつにあげてみるか。水を。こいつ。はい。オッケー。え？え、なんか。電気消すんか？今の蛍光色なんか？ボックス。行かれへん。関係なかった。これボックスだけか。わっ！なんでや？プラスドライバー。伸びたな。プラスドライバー。で、え、でもあったか？ネジ。ここの多分無理やんな。プラスドライバーで、ほじほじ。これどこに使うねん。そこになんかついてるとかはないか。どこや？プラスドライバー。これに、なんか使えるとこあるんかな？ないか。ないな。これはまあこことして。プラスドライバー。なんか外すとか？上網網やな。これなんかどれか取れんのかな？でも多分取れへんよな。太陽のような時計。これまだもうちょい行ったらなんか変わんのかな？いや、変わらんっぽいな。あの豚ポジションか。豚の貯金箱ポジション。プラスドライバー？あ？あー、ここにあったんや。気づかんかったー。じゃあ、たまたま開けちゃったんや。あ、でもまあ、まだこれに気づけてよかったな。なるほど。ティッシュの上ばっかに気取られんと、箱をどかすという選択肢をすれば、黄色 X あったんや。なるほどね。どこにあんねん、もう一個コイン。どっかにあるはずのコイン。コインがないよ。これはなんだ？ 7 個三角がある。これは丸なんかな？丸が4つ？どこのことや？
全然わからん。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。14ね。14って、これかな ?1、2、3、4、5、8、14。あー、じゃあこれが最後か。あそこの上が最後に、立ちはだかると。これなんなんや、さっきから。全然わからん。こやつは何や?これどう見んねや?これとこれがリンクしてんのかな?オレンジ。なんかリンクしてなく、なさそうやけどな。これ何や?これとこれがリンクしてなくもなさそうやな、ここの形的には。この位置。分かれへんな。これもなんなんやろ?何?これなんやこれ?全然わからん。やばいなぁ。ここに見えてるのに。どうしたらええんや。もう一回見てみるか。赤、灰色、オレンジ、茶色。なんか角度が違うな。よう見ると、角度がちょっと違う。これをひっくり返すというか、45度。いやいや、90度か。90度。左に傾けたら、上から茶色、オレンジ、灰色。だからもう俺コイン入れちゃってるもんな。コインどこにあんねん。プラスドライバーは何?ねえ?何?何人?ここに使うの?3、7、5。3、7、5、3、3、5、3、7、5。この灰色が見つかれへんもんな。灰色。見つかれへんというか、これやろ。これをどう取り出すか。ここにあるやん。どうしたらええねや。あ?いや、ボックス。いや、もう一回じゃあ電気消してみるか。なんか変わってんのかな。ボックス。一緒か。こいつ。なんやこれ。なんで首回んねや。どういう意図があんねん。他のとこ置けるかやってみるか。まあ無理やんな。ここはジャストフィット。それは分かったけど。どうしよう。ファックス。手詰まりやな。これ何やこれ。ここも、この部分は何なんやろな。これ。この絵をどうやって、どう解けばいいんや。見方がわからんなぁ。
辺触るってことか？こうで、ちょっと違うか。これなんやろな。ここだけオレンジなんはなんなんやろ。ソファーの裏は見られへんのか。コイン落ちてないもんな。だからコインはだって挟まってんねんもんな、見るからに。こっちは何もなくて、こっちのコイン気づいたのに、取れねえ。なんで？いや、ボックスは開けたもんな。灰色のコイン、もしくはコインのようなもの。これは取られへんの？取られへんか。いやでもあのソファーにある、あれどうやって取り出すね。どうせーちゅね。この下とかないもんな。やばいな、手詰まり感。くそ、なんとか打開したい。ティッシュ。ランプは？フォックス。フォックスね。フォックスマクラウドなの分かったけど。いやー、パッと見なんもないもんな。なさげやな。待てよ。影か。げー。これもコイン取ったもんな。他になんかあんのか？これ解かなあかんのか？これはどれとリンクしてんねや？なんかどれかの A とリンクしてんのかな？これか、リンクしてるとしたら。いや、わかんねえ。右、左、左、右、左、右、下。わからんなぁ。右、左、左、右、左、右、下。右、左、左、右、左、右、下。この三角のマークかな？これ下やな。わかんねえ。これ触っても何にも反応ないな。はめてみる？でもコインの使い道はだってあんなかやもん、こんなかやもんな。ここに灰色のコインがあるわけでもない。B。ここは多分最後電気系でのギミックやな。上に乗ってある。一回。いや、そんなことないよな。茶色、オレンジって入れてみたら灰色が出てくる？オレンジ。わかんねえ。いや、わからんな。灰色がないもん。で、灰色はあんねん、ここに。これどう取ろう？ハサミとか買った？でもあるとしたらもうこの箱の中は見たから。あるとしたら、もうマジで。こん中しかないけど。こん中に行かれへんもんな。これどうしたらええねん。鍵がどっかにあるんか？あ！これか！これ！
これじゃね？これが、これをやったら外れるんちゃうか？右、左、左、右、左、右、下。右、左、左、右、左、右、下。右、左、左、右、左、右、下。おー、取れたー、取れたー、取れたけど、どこにぶっ刺すねん、これ。刺すとこなんかあったっけな。鍵か。違う。これどこに刺すんや？どこに刺さるこれ？どこや？これ関係ないよな。いや、これ分解したとて、わかんねえ。え？反応はないな。こっちの方は。これはじゃあ置いとく？もう置かれへん。これに、あ、いつでも戻せんのか。うわあ！げえ、わかんねえ。にゃあ、外せたけど、外したとてやな。外したのでここ破けんのかな。右、左、左、右、左、右、下。で、これで、無理か。わからん。これどう使うの？これ3本？何に使うんや、これ。これを、いや、これ外されへんもんな、もう。どこに使うんや？外し方は分かったけど。ランプ。関係ないか。ランプにカポッとなるわけではない。いや、わからん。ファックス。ここに乗るわけでもない。鍵でもないもんな。わからんな。どうしたらええんや。この花。関係ないよな。ここにあるのにな。何かしらここにあるのに。取れねえ。わからんな。ボックス。これをここに置いた。これどうしたらいいんやろな。ここ置いて、こうやったら変わってるとかはない。わからんな。わかんねえ。まあ、外すんは外すんかな。外しました。
ちを使うんかな。穴。ぶっ刺してみるか。ここに、ちゃうか。刺すとこ、刺すとこ。頂点。あー、見えへんか。刺すとこ。この辺に、適当に。刺すとこ、刺すとこ。いやーもうこれを取らせてくれ。トラストミー。ダッグ。犬出てくんのかな？赤丸、黄色、三角、緑、四角。ああ、そういうことじゃないな。うわー。溶けなーい。溶けないよー。全くもって溶けません。どれかの穴にはフィットするのか。どれかの穴にはフィットしませんと。やばいなぁ。くそぉ。頭が凝り固まっていく。わかんねぇ。わからねえよー。調べてへんとこどこや？くそ。ここに何かがはまる？違うな。これもどういうの？これは。わからんな。ダメだ。進まないよ。フォックス。青三角、赤三角。青三角、赤三角、緑丸。抜かれへんかな。これを取り出せたらここにはまりそうやけどな。いやー、どうせー言うね。わからん。適当にコイン入れても多分意味ないよな。この上はなんやねん。まあ、最後やんな。多分。わからん。難しすぎる。これは解けたけど。これ解けたらどうなんねん。こうしたら俺は何ができんねん、この今の状況で。ここをポチポチ押せる。これは？これが3 7 5、3 7 5。わからんなー。いやー、どうしたらいいんや。進まねー。これをクリアした。マジでこれどうやって取んねん。このコインの取り方教えてくれ。どこにある？糸口。糸口をください。鋭利なやつ。マジでわからんな。
どこに関わっとったっけな。額縁が関係してる？オレンジ。あ、コインの色と対応してるか。オレンジ。え？いや、こっちか。これが？これ？ほんで、いや、真ん中黄色、右側赤。これなんなんや、これ。この色かな。これを、入れてみるか。そして周りを見渡す。いやー。やべー、まったくわからん。くそー。難易度が。もう俺が対応できない。マジかー。どうせ言うねん。もうちょい見回してみるか。変化はない？どうしよう。これが、一時、いや、わかんねえ。返せ。いや、マジでわからんな。何を見落としてる俺は。どこや俺が見落としてる箇所。ここ開けてくれ。お願いや。ちょっとぐらい開けてくれてもええやん。かー。これは、発狂しちゃうな。肉球。ドッグ。これもなんなんやろなぁ。ハート。もう一回見てみるか。押せる。年輪みたいなボディ。年輪がしっかり入っとる。いやー。何に使うねん、こいつ。こいつを何かに使う。使うとこねえよ。ありましたか？どうしよう。怖い、いやー、わかんねー。この絵はどういう意味や？全然ピンとこやんな。赤いものなんかあったっけな？家具。これも全然わからん。これとこれがリンクしてそうな、してなさそうだ。わかんね。いや、ここにありそうやのに、これが取れない。床が真っ赤。あ！待てよ！これってあれか。ここか？あ、ちゃうわ、あれ？ここ。
ああ、なるほど。これ赤いのは床やったんか。はいはいはい。この部屋を上から見た図ね。オッケー。あざす。カッターで。よっしゃ。ゲッツ。に。ほんで、これ見ると、これ書かれてる数字は意味あんのかな？数字の順番なのか、茶色、オレンジ、灰色、赤なのか。茶色、オレンジ、灰色、赤。は？どこに変化出た？あ！は？どこ行った？あれ？は？あ！鍵ゲッツ。鍵で、ここやろ。オッケー。なんじゃこいつ。ペンチ。これは？カエルや。あ、肉球。適切なやつにするんか？これがカエルか。これなんや？猿か？猿か？これが人っぽいやつか。待てよ、これペンチはなんや？これも、右、左、左、右、左、右、下。OK。で、これはまだなくて、これに、カエルを、はめたげると。ほんで、これを、OK。カエルね。ほんで、何ができんねや、これで。何かしらが切れる。あ、これか。オッケー。この絵画の裏には何があんねん。絵画ごと？貝馬瀬島みたいな。あ、裏側に鍵、オッケー。オッケー、オッケー。え、この鍵は？ここにはまると。なあ、これ。はあ。はいはいはい。で、消してみるか、電気。なあ、これ !I love box tissue.58。おー、なるほど。ピンク、青、青、ピンク。ピンク、青、青。あれ？アイラブ合ってるか？ピンク、青、青、青、ピンクか。ピンク。あ、全部覚えなんか。ピンク。ピンク、青、青、青、ピンク。赤、赤、黄色。緑で4番目が黄色。覚えてられるかな？頑張ろう。ピンク、青、青、青。ピンク、赤、赤、黄色。オッケー。ほんで？なんやこれ？は？なにこれ？どういうこと？あー、なるほど！ここで、この絵が生きてくるのか。左下から、横に、
上さん。横に上さん。1、2。これか？違うか。もうちょい上の判定か。1、2、これか？え、違うの？え？あ！オッケー！ほんで、キャッツも、これ、足合ってないから、右、左、左、右、左、右、下。OK。ここに、合わせる。ここに、合わせる。こうして、肉球が猫、なんか猿。ほんで、ここにまだアイテムがあるんかな？これはまだ使うんか？もうちょっとっぽいけどな、ここに置いてみる。ならへんか？これはもう使った。このティッシュももう使った。あとはどうしたんや？こうしたらええんか？ああ！なるほど。もうこれでクリアか。オッケー！これは、2個あるうちのどっちの出口なの？オッケー！出口はもう一つあるよと。まあ、脱出は成功と。後書き。出口は二つありますので。出口は二つあるんや。へえ。どこにあったんやろ。出口は二つある。今パッて浮かべへんな。出口は二つある。あれなんかな、首を入れ替えへんパターンもあんのかな？ちゃうか。出口はもう一つあったん？一旦、お茶休憩するか。出口はもう一つあるよ。一旦、ちょっと。